レッサースレイブ湖南部レッサースレイブ湖は北アメリカ大陸北西部カナダのアルバータ州中部に存在する湖。アルバータ州の州都であるエドモントンから北西に約 200km ほどの場所に位置している。レッサースレイブ湖はおおよそ北緯55度26分、成形115度29分に位置している。アルバータ州は北は北緯60度で カナダの北西巡州との宗教。南は北緯49度でアメリカ合衆国との国境。東は西経110度でカナダのサスカチュワン州との宗教。西は州の南西宮の部分を除いて西経120度でカナダのブリティッシュコロンビア州との宗教で区切られるアルバータ州のほぼ中央部にあたる。面積は約1168平方キロメートルである。湖は 東西方向に長く伸び、その延長は1 0 0トルを超えているものの、幅は最も広い場所でも1 5トルほどの細長い形状を作している。湖岸線の長さは約2 4 7トルである。湖の平均水深は1 1 4ルほどで、最も深い場所の水深でも2 0 5ル程度である。湖水量は1 3 6 9キロ立方メートルと見積もられる。 湖面の標高は578メートル、浸水区域の面積は約13,900平方キロメートル、不栄養型の湖である。南岸をアルバータ州道2号とカナディアンナショナル鉄道が通る。また、レッサースレーブ川が流出する東岸のスレーブレーク市街地がアルバータ州道88号の最南端となる。また、レッサースレーブ湖は、 渡り鳥が渡りに利用する経路に当たっているため、野鳥観察史密者の間ではよく知られている。レッサースレーブ湖に流入する主な河川は、アッシュネアウリバー、ドレフトパイルリバー、ハートリバー、マートンリバー、スワンリバーである。レッサースレーブ湖から流出する河川は、レッサースレーブ川である。ところで、このレッサースレーブ川は20世紀に入るまでは、 ピース川の支流と繋がっていた。しかし、北部アルバータ鉄道が、この地域に鉄道を建設した際に流路を変更した。流路変更の結果、現在のレッサースレーブ川は、アサバスカ川に流れ込んでいる。さらに下流ではいくつかの湖や河川を経て、最終的には北極海に注いでいる。北極海に流れ込んでいる点に関しては、ピース川へ流れていた時と変わらない。 2011年5月20日には、東岸スレーブレイクの市街地付近で森林火災が発生し、この火災はスレーブレイクの街にも延焼した。そして、この時、付近を飛行していたヘリコプターがレッサースレーブ湖に墜落し、パイロットの寺院、リュック・デバが死亡するという事故が発生した。その後、彼の初めての命日にあたる2012年5月20日に、 この湖に流れ込む小川の内の一本に彼のせいであるデバの名が付けられた。ありがとうございます。